レピピチャンネル、レピちゃん、ひなちゃんです。エリピです。スエちゃんです。始まりました、レピピチャンネル、イエーイ。今回は久しぶりに、ね、3人集まったということで、はい、女子会をしたいと思います。イエーイ。得意科目とかあるの？得意科目、私は国語が一番高いですけど、わかる、なぜか。わかるわかるわかる、私も国語でも古典2位だったけど、マジ他はもうこれ古典難しい。エリピは国語がなぜか高かったね。得意っていうのかわかんないけど。得意じゃないけど、まあ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 。住み中、趣味中はずっとドラマとか映画見てた。わかる。ずっと見てた。韓国のドラマ見てた。わかる。ね、いいよね。めっちゃ見てた。ずっと見てた。ずっと見てた。私筋トレ頑張ってます。おー、すごい。私もやった、走ったりとかした。うん、いいね。ランニングとか筋トレとか。みんなバキバキになってる。この下に出したい。何やろな、やりたい。禁止面接がめちゃめちゃ面白い。お前やってるめっちゃ面白いです。久しぶりで。お、はい、あ、それでは平ひなさんの面接を始めたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何歳ですか？14歳です。特技はありますか？特技は絵を描くことが好きで、そう、柔軟とか体が柔らかいです。柔らかいんですね。うん。今日の撮影はどうでしたか？今日の撮影はいろんなヘアメイクとか、いろんな動画撮れて楽しかったんです。うん、楽しかったんですね。そうです。今何が食べたいですか？今は焼肉が食べたいです。カルビですか？ハラミです。ハラミですか。また今度一緒に行きましょう。一緒に行きましょう。いいですか？普通に行きたい。行きたい。ない。今日行きたい。行くか今から。行くか。紫は好きですか？紫は一番好きですね。あ、好きなんですね。そうですね。あ、そうなんですね。そうですね。一番好きな食べ物を教えてください。一番好きな食べ物は抹茶と軟骨です。あ、すごい対極的ですね。そうですね。甘いもの好きですか？超好きです。あ、私も好きです。同じですね。同じです。部活は何に入ってますか？茶道部に入ってます。すごいですね。それは中学校からですよね？中学校は書道部でした。結構和なんですよ。和なんですね。今日のメイクのポイントをお願いします。今日メイクはオレンジ、オレンジっぽくしてもらって、ね、いいですね。今日もだ。いけるできる。全国大会レベル。ありがとうございます。強いね。強かった。意外と。そしたら質問します。はい。やらかした。面白い。質問していきたいと思います。お名前は？名前は松本エリサです。何の顔？
なんか言いたそうな、ちょっと今のここからカメラで撮ってた。何かな、面白い。可愛いって言ってって思ってます。年齢は何歳ですか？年齢は15歳になりました。誕生日は6月12日ですよね。違います。もう間違えた。6月の2日です。あ、そうです。まあ6月2日ですよね。そうです。6月2日です。私6月14日なので近いです。近い。近いですね。なんならさっきのそうちゃんの誕生日は出てるのかなみたいな感じですかね。違いましたね。趣味は何ですか？趣味ですか、はい、趣味は映画やドラマを鑑賞するのにハマってて、あと風景を撮るのがすごい好きです。あと人間観察が好きです。人間観察はい。うわ、言った。言っちゃった。はい。レピちゃん。はい、ということで、ゆるりと久しぶりに集まったので、はい、投稿しましたが、いかがだったでしょうか。いかがでしたでしょうか。久しぶりになんかめっちゃ話した気がするし、ゲームも楽しかった。ね、楽しかった。めっちゃ笑いました。笑いが絶えなくて、また3人でおしゃべりしたいなって思いました。焼肉行こうね。行こうね。ということで、この動画がいいなって思った人はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。かわいい。欲しいかな。 OK。